高市早苗派が次の一手を準備していることをご存知ですか。今回の動画では日本政治の中で揺れ動く様々な局面を掘り下げます。トランプ前大統領が再び当選を果たし、自由で開かれたインド太平洋を標榜する高市早苗氏が日本の安全保障をどう導こうとしているのか、彼女の真意に迫ります。安倍氏と強固な信頼関係を築いたトランプ氏の下で、日本と米国の連携が新たな局面を迎えようとしている一方で、石破首相の曖昧な外交姿勢が日米同盟の不安要素となりかねない状況です。一方で外交ブレーンである川上内閣官房参与が発信する過激な発言にも注目が集まっています。彼の陰謀論じみた発言やディープステートへの言及が石破首相の外交戦略にどのように影響を与えるのか、その真相を明らかにしていきます。そして石破首相の祝意が遅れたことで国内外で厳しい視線が注がれ、同盟国である米国からの信頼にもひびが入りかねない事態が進行中です。果たして日本は米国との関係を強化し真の独立を築くことができるのか。さらに高市氏はアジア版NATO構想を進めると同時に、トランプ氏のリーダーシップを生かして日本がアジア太平洋地域で主導的な役割を担える要戦略を練っています。それでは石破首相が抱えるトランプ氏との関係性の背景とその障害についてから始めましょう。石破首相がこれまでの外交において積み上げてきた発言の数々がここに来て逆風となり、日米間での信頼構築における障害として浮上しています。特に過去に石破首相が繰り返し表明してきた反トランプ的な姿勢は、米国との同盟を前提とした日本外交の基盤に大きな影響を与えています。石破首相はトランプ大統領が前回の大統領選で当選した直後、彼との対話の場を意図的に避け、彼の政権運営や外交政策に対して距離を置く姿勢を明確にしてきました。安倍氏がトランプ氏との関係を親密な友情によって築き、日米間の信頼を強化していったのに対し、石破氏は一貫して懐疑的な立場を保ってきたのです。今になって急遽トランプ氏と早期に会談を望む意向を示す石破首相の姿勢に対し、日本国内外の保守派からは強い不信感が漂っています。安倍氏が示してきたようなトランプ氏との友好関係を構築するために、どのように石破首相が方針を転換し彼との信頼を築けるのかが注目されています。特に米国側のインテリジェンスは、石破氏の過去の発言や言動をトランプ氏に逐一報告する可能性が高いとされ、そのために石破氏が過去に表明した反トランプ的な見解がどのように影響するかが懸念されています。安倍氏の新トランプ外交が日米関係の好転に大きく寄与した一方で、石破氏のこれまでの対応は米国との信頼構築において相反する姿勢を見せてきたからです。石破首相はまた国内政治においても反安倍として支持を集めてきた経緯があり、トランプ氏との会談に向けてその立場が壁となることが予想されています。安倍氏の支持者たちは、安倍氏がトランプ氏と築いた関係を国家間の強い絆と捉え、それを維持することが日本の国益と信じています。しかし石破氏は一方で安倍氏の外交姿勢に疑念を抱き続け、新トランプの姿勢に対しても批判的な立場を取ってきました。その結果として、石破氏がトランプ氏との会談を希望する姿勢が矛盾として受け止められ、安倍派議員や保守層からはトランプ氏との信頼関係を構築することなど到底不可能との冷ややかな見方が強まっています。さらに米国側の対応も厳しくなることが予想されます。トランプ氏が再び大統領に就任した場合、石破首相が何を発言し、どのような姿勢で臨むかが注目される中で、米国側は石破氏の信頼性に対する疑問を抱く可能性があります。特にトランプ氏は自分に対して批判的だった人物に対しては厳しい態度をとることで知られており、石破氏の外交姿勢や過去の発言がトランプ氏との間に緊張感を生む可能性があるのです。次は米国大統領選の結果と日本の外交、安全保障への影響についてです。アメリカの大統領選でトランプ氏が再選された場合、日本の外交と安全保障は
これまで以上に大きな変化を迎える可能性があります。保守派の象徴的な存在である高市早苗氏は、特に自由で開かれたインド太平洋の維持を強く訴え、米国との連携を重視する姿勢を見せています。彼女の外交ビジョンは、米国の影響力を生かしてアジア地域の安全を確保しようというもので、これはアメリカが軍事や経済の面で大きな役割を果たしてきたことを背景としています。トランプ政権下で再びアメリカ第一主義が進めば、アジア地域における日本の立場はより重要なものとなり、その中で高市氏が主張する対米依存政策は日本の安定において欠かせない要素といえます。トランプ氏の再選によって再び焦点が当たるとみられるのが、日米地位協定の見直しやアジア版NATO の構想です。高市氏はアジア版NATO の導入を前向きに検討しており、アジア地域で日本が果たすべき安全保障の役割について米国との協力が不可欠だと主張しています。これは単なる防衛面だけでなく、経済、安全保障、技術分野にまでわたる広範な協力を含みます。トランプ氏の外交スタイルは、盟友とする国には協力的である一方、米国の負担が大きいと判断すれば遠慮なく厳しい姿勢を示します。そのため、日本が地域の安定を担う自律的なプレイヤーとしての役割を強化することが求められているのです。一方で、石破首相の外交姿勢には慎重な視点が見られ、トランプ氏が主張する日米地位協定の改定や日本の負担増といった課題に対して明確な立場を示せていないように感じられます。高市氏の積極的な外交姿勢とは対照的であり、米国との協力体制を築きながらも日本の立場を自ら積極的に主張する姿勢が重要視される中、石破首相の消極的な態度は国益を損なう可能性があります。高市氏が主張する主体的な外交路線とは異なり、石破首相が強調する過度の対米依存への慎重な立場は、米国との信頼関係構築において支障をきたす懸念があるのです。またトランプ氏が再選された場合、拉致問題の解決にも新たな道筋が示されることが期待されています。過去には安倍氏が拉致問題を日本の最重要課題としてトランプ氏に伝えたことがあり、トランプ氏もこれに応える姿勢を見せました。高市氏もまたこの問題に対して高い関心を持っており、米国の協力を通じて北朝鮮との交渉を進めたい意向です。しかし、石破首相はこの問題については冷ややかであり、自民党総裁選で提案していた北朝鮮との連絡事務所の設置が批判を浴びるなど、国民の期待とは乖離が見られます。拉致問題は国民にとって極めてセンシティブな課題であり、ここでの姿勢がリーダーの信頼性を左右する重要な要素となるでしょう。高市氏はまた、アジアにおける日本の立場を強化するために、インド太平洋地域での米国との協力関係をさらに深化させるべきだと訴えています。トランプ氏の外交方針はアジア地域における日本の役割をより強く求めるものであり、米国の軍事支援が縮小することになれば、日本は自国の安全保障をさらに強化しなければなりません。高市氏はトランプ氏との対話を通じて米国の支援を維持しつつも、日本独自の安全保障体制を構築するためのビジョンを持っているのです。次は川上内閣官房参与の発言と石破首相の外交ブレーンに対する批判についてです。川上内閣官房参与が放つ発言は、石破首相の外交ブレーンとしての立場を一層複雑にしています。川上参与は、米国との同盟や外交においてデリケートなテーマをあえて切り出し、ディープステートや陰謀論にまで踏み込む発言を行い、注目を集めてきました。彼の発言は一部の保守層には受け入れられているものの、外交の現場で実務経験を積んできた専門家や国際社会からは懸念の声が上がっています。川上氏は石破首相の外交アドバイザーとしてアジア版NATO構想を支持しているとされ、これは日本の防衛戦略にとって重大な意味を持ちます。しかし、彼の発言内容や立場はアジア太平洋地域の安定を脅かしかねないものとして否定的な反応を生む結果となり、国内外から外交リスクとして扱われるようになっています。特に川上氏が提唱するアジア版NATO構想は、
日本の防衛において画期的な発想ですが、彼の発言がその構想の信頼性に悪影響を及ぼしています。日本がアジアにおける安定の柱として機能するためには、現実的かつ信頼性の高い外交政策が不可欠です。しかし川上氏の構想に対する批判は根強く、その実現性や具体的な戦略の欠如が指摘され続けています。アメリカ側も川上氏の意見を重要視する一方で、彼が発信する言葉の背景にある意図について慎重な姿勢を崩していません。アメリカの外交関係者の間では、川上氏の発言が石破政権の外交方針にどのような影響を及ぼすのか注目されており、同盟国の安定に不可欠な信頼関係が揺らぐのではないかと懸念されています。川上氏の発言内容が日本国内に与える影響も無視できません。例えば彼のディープステートや陰謀論に関する言及は一部の保守層に支持されているものの、広範な国民からは現実離れした過激な発言と捉えられる傾向があり、特に外交や安全保障に対して不安感を抱く要因となっています。さらに川上氏は日本の安全保障政策について独自の視点を持っているものの、それが極端な思想に基づくものであるとの見方もあり、石破政権の外交姿勢そのものに疑問が投げかけられています。外交ブレーンが持つ思想や発言は政権の信頼性に直結するため、石破首相がどのように対応するかが今後の日本外交にとって鍵を握ると言えるでしょう。国際社会の目は日本の外交ブレーンである川上氏に厳しく向けられており、石破首相が今後どのように川上氏の発言を取り扱うかが注目されています。アジアにおける日本の役割を強化するためには、アメリカをはじめとする同盟国との強固な関係が不可欠ですが、川上氏の発言がその障害となる懸念は否めません。次は高市早苗氏とトランプ氏の外交官と日本への影響についてです。高市早苗氏は米国との連携を日本の防衛外交政策の中核に据えるべきだと強調しており、その立場はトランプ氏との関係においても一貫しています。高市氏は自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて米国の影響力を積極的に活用し、アジア太平洋地域の安定に寄与したいと考えています。日本を取り巻く安全保障環境がますます不透明さを増す中、彼女は米国との協力を深めることが日本の生存戦略の一環であると認識しているのです。トランプ氏は過去の政権下でアジアにおける安全保障に関して独自のアプローチを取りました。特に米国が世界的なリーダーシップを発揮しつつも、軍事的な負担は同盟国にも分担させる姿勢を示してきました。これに対して高市氏はアメリカ第一主義が日本の安全保障にとっても課題であると見つつ、アジア版 NATO のような地域安全保障体制の構築が必要だと訴えています。高市氏のビジョンは単にアメリカ依存を強めるのではなく、日本が自らも防衛力を強化し米国と対等なパートナーシップを築くことを目指しています。特筆すべきはトランプ氏がアメリカの影響力を戦略的に活用する姿勢に対し、高市氏が巧みにその一部を取り入れながらアジア地域での日本の役割を拡大しようとしている点です。高市氏は米国との協力を維持しながらもアジア地域における日本の主導的な地位を確立しようとする積極的な外交方針を掲げています。特に中国の台頭が続く中、日本が地域の安定を守るためには米国とのパートナーシップを深化させることが不可欠であり、そのためにはトランプ氏のような強いリーダーとの信頼関係が重要であると高市氏は考えているのです。また高市氏はトランプ氏が掲げる経済安全保障にも注目しており、経済的な結びつきを日米間でさらに強化することで中国の経済的な影響力の拡大を抑制したいとの意向を示しています。トランプ氏が大統領職に戻ることで米中対立が再燃することは避けられない状況ですが、その際に高市氏は日本が米国と共に中国の進出に対抗する重要な役割を担うべきだと考えています。この立場はトランプ氏が示すアメリカを再び強くするというメッセージとも共鳴しており、
日米関係の未来に向けた高市氏のビジョンが浮き彫りになります。高市氏はこうした主張の下で米国との関係において一貫した姿勢を示しています。彼女の外交アプローチはただ米国に追従するのではなく、日本が自立した安全保障体制を築くと同時に、トランプ氏のような米国のリーダーとの協力を通じて地域の安定を確保しようというものです。最後に石破首相の姿勢と日米同盟に対する国民や他議員の見解についてです。石破首相が米国大統領選の結果を受けてトランプ氏に祝意を表明するまでの一連の対応は国内外で多くの注目を集めました。米国が民主主義の選択を経てトランプ氏を再び大統領に選んだことに対する石破首相の反応は一部から冷ややかな見方が寄せられています。石破首相が祝意を示すまでにかかった時間やその表明が他国の首脳と比べて控えめなものであったことは、彼の外交姿勢が米国に対して十分な熱意を持っていないのではないかとの批判を引き起こしています。特に安倍氏や高市氏が日米同盟を重要視する姿勢を明確に示してきた一方で、石破首相が祝意を表すまでに時間がかかったことは日米関係の重要性をどこまで認識しているのかに念を生む結果となりました。このような対応に対して国民や他の議員からは日米関係の維持や強化に対する石破首相の意識に疑問が投げかけられています。日米同盟は日本にとって防衛や経済安全保障の基盤ともいえる関係であり、その重要性を再確認することが求められています。しかし石破首相の姿勢には日米間の協力強化に対する積極性が見られないと感じる国民や議員が多く、そのため米国側の不信を招く可能性も懸念されています。特に他国の首脳が次々とトランプ氏に祝意を表明する中、石破首相が慎重すぎる対応を見せたことは日本のリーダーシップに対する不安をも引き起こしています。また石破首相がトランプ氏との会談の早期実現を目指しているものの、その積極性が果たして本物であるかどうかは疑わしいと見る声もあります。過去においても石破首相が米国との関係強化に十分な行動を取らなかったとされる場面があり、彼が現在表明する姿勢が単なるリップサービスに過ぎないのではないかという批判も聞かれます。国民や他の議員たちは安倍氏や高市氏が見せたような信頼と共感に基づく日米間の親密な関係構築を期待していますが、石破首相の対応にはそれが欠けているとの声が根強いのです。石破首相のこうした対応に対しては米国内でも異なる反応が予想されます。トランプ氏は自身を支持し祝意をすぐに表明した国々と強い結びつきを持つことを好む傾向があるため、日本の首相である石破氏が遅れて祝意を表明したことが今後の米日間の交渉において不利な影響をもたらす可能性も指摘されています。ご視聴ありがとうございました。ここまでお付き合いいただいた皆さん、今回のトピックを通じて高市早苗氏が提唱する日本独自の安全保障と米国との強固な連携の意義について少しでも関心を深めていただけたのではないでしょうか。日本の外交がより自主的かつ独立したものであれば、果たしてどんな未来が待っているのか考えさせられる点が多々あったかと思います。一方で石破首相の姿勢は米国との距離を慎重に見極めているようですが、それが日本の利益につながるのか、それともリスクとなるのかは非常に難しいところです。高市氏の積極的な外交姿勢とは対照的に、石破氏の外交政策には不安の声が上がっています。米国との関係をあくまで距離を置きながら築こうとする彼のスタンスが果たして現実的なものなのか、視聴者の皆さんはどうお感じになりましたか。ぜひコメント欄で皆さんの意見をお聞かせください。高市氏の提案するアジア版NATO構想が日本の未来に必要なのか、また石破氏のような慎重な外交姿勢が今後の日本にとってどれだけのメリットをもたらすのか、さまざまな意見をお待ちしています。日本が直面する外交課題について皆さんの鋭い考察やご感想をぜひお聞かせください。